大阪杯2021、この3つの馬、買えば当たる？皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる概況データ編ということで、大阪杯2021をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の大阪杯外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の大阪杯でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の大阪杯はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら大阪杯2018年の傾向でございます。1着はスワーブリチャード、2着はペルチアンナイト、3着アルアインでございました。3着のアルアインのみがノーザンファーム信楽で外球調整となっております。そしてこちら大阪杯2019年の傾向でございます。1着がアルアイン、2着が奇跡、3着がワグネリアンでございました。この年は2着と3着が外球調整となっております。そしてこちら大阪杯2020年の傾向でございます。1着はラッキーライラック、2着がクロノジェネシス、3着がダノンキングリでございました。この年は2着と3着が階級調整となっております。大阪杯2021年狙うのはということで、このポイントを挙げてみました。中山記念、京都記念、金庫賞、5着以内という条件でございます。該当馬は以下になります。2018年1着のスワーブリチャード、2018年2着のペルシアンナイト、2018年3着のアルアイ、2019年1着のアルアイ、2020年1着のラッキーライラック、2020年2着のクロノジェネス、2020年3着のダノンキングリでございます。これらすべて中山記念、京都記念、金庫賞の5着以内の馬でございます。その年の中山記念、京都記念、金庫賞の5着以内馬、この馬を狙ってみたらこれ当たるんじゃないでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から一部で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして、LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては、LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。